いつも4本指でブレーキレバーを操作している伊豆谷は、ブレーキ時についつい前のめりになってしまうのが悩み。前のめりにならないために2本指で繊細なブレーキをかけた方がいいと前回ネモケンからレクチャーを受けましたが、その2本指での操作のコツがいまいちわからない様子。そこで今週は2本指を使ってのブレーキングのコツをレクチャーします。レバーと指の関係でいうと、レバーの位置、はい、このね、この第一関節を曲げたところ、はい、ここにレバーが来るようにちょっと遠めにしておく、うん、そうですよね、そう、ここだと遠い、そうですね、ここに、まあ、このバイクはここにアジャスターがついている、これはもうドライバーで遊びか変えられるし、はい、みんな調整ができるので、うん、ともするとその握った時にこう完全にこれがこそこうなってる時が楽だから、はい、これに合わせちゃう人がいるんだけど、こっからはもう効かないんだよ。握りやすいけど力が実はうまくコントロールができない、うん、少し心もとないけど指の第一関節が曲がったあたりのところで管理ができる方がいい、うんうん、レバーはだから少し遠めに設定をすると。2本指で繊細な操作をするためのポイント、それはレバーを遠めにアジャストして第一関節くらいで握れるようにすること。そうすることでレバーを引いた時に微妙な力加減がやりやすく、しかも意外なことに力も入りやすくなるのです。レバーのこの指を伸ばすでしょ、指を伸ばした時に、うん、上からやらずにそこから前へ伸ばす、そう、前へ伸ばす、そうそう、前へ伸ばして、前へ伸ばしてブレーキをこう滑らしながら手繰り寄せる、そう、そうそうそう、そうそうそう、巻いていく感じ、うん、そうそう、いやいや引くの、引く、うん、それで引くの、そう、こう指の腹を滑らせるだけだから、こうまっすぐにしといて、で、そう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 、レバーは指の第一関節を滑らせるように引くと力も入りやすく加減もしやすくなります。このポイントをしっかり押さえればブレーキングの繊細な感覚がおのずと分かってくるはずです。はい、それじゃあ、はい、まずね、いつも通り4本指でガバッと握っちゃうやつね、はい、これでどんなかね一回見せてください、はい、はい結構激しいね。そうですねね、体がどうしてもこのブレーキをねこうやって握りにいってるから、わしづかみをしにいってるから体勢がこうなってるのね自分の上半身を両腕で支えてるから、そうそうそう、だとするともう、ま、仮にねデコボコでこうなった時とか全部振られちゃうんで、下手をするとそのまま握り動けってことはあるかもしれないですね。でブレーキをやるときは、はい、2本指やるときはかけるときにちょっとお腹をへっこませそう、低めになってブレーキをかける、そう、こう少しお尻を引くぐらいの感じで、そうそう、それで低くなって前見て、ね、低くなって、そう、低くなってかける、そうそう、で2本指はこっちを支点にちゃんとハンドルを握った状態で指動かすでしょ、指動かすんだよね、はい、そう、だからその時にブレーキをかけるぞっていう前に今からかけますよって時に、こうやってかけますよって時にこうやってからかける、はい、やってみよう、もっと強くかけてみ、もっとですか、うん、で力がかかんないと思ってるから引きゃいいんだ、引きゃ、そう、引くとこです、でこれ手をね、そう、絶対に曲げとく肘を、はい、で、はい、こうまっすぐにして、で指を引く、はい、ギュッと、もっと力入れた、そうそう、それだけね、握るんじゃなくてレバーの下に力入れる、そうそうそう、あー、それが引くってことですか、そう、レバーの方に下に、そう、下に押しながら引く。さあ次はうまくブレーキングできるのでしょうか。はいね、はい、なんかピタッと止まってるじゃん。そうですね、あの安定して止まったような気がします。ね、前のめりしてないよね、はい、それはなかったですね、はい、ね、ブレーキのかけ始めがガツンってなってないんだよね、うんうんうん、
あれ別に意識しなくても大丈夫だったでしょ。そうですね。ね、自然に指が勝手に、はい、あの辺のところを調整してるんだね。そうですね。そう、私の意思というよりももう自然にマシンがやってくれてる。そう、ね、特にあのレバーを途中でも教えたけど、はい、こう引き込むときに上からこう押さえるように、はい、押し込むようにやってるとその辺の細かいこう管理がすごくうまくできるね、うんうん、はい、はい、じゃあ今度はですねリアをやってみましょう、はい、なんかさっきロックしてたからね、はい